はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。 G ジェネレーションジェネシス機動戦士ゼータガンダムステージ5混沌の果てにやっていきたいと思います。カミーユたちがコロニー落としを阻止するべく空で奮戦していたその頃、クワトロはブレックスの護衛として地球へと降り立ち、南アフリカで行われる国連総会に出席していた。しかしその議事とは、地球連邦軍の全面的な指揮権をティターンズに渡すというものであった。地球に住む政治家たちは空へ出ることを恐れ、地球にへばりついて私腹を肥やす。己の利権のためならスペースガイドの言い分などもはや関係がないのである。連邦上層部の腐敗に絶望するクワトロたち、そして畳みかけるように事件は起こった。順調クワトロ大か、やられたよ。ジャミトフにしてやられた。傷はお気を確かに。君には世の中を正す人になってもらいたい。順調、君がエウーゴの指揮を取れ。シャア・アズナブル、ブレックス順調。かけがえのない指導者を失ったエウーゴ、彼らの戦いの終着は未だ見えぬまま。進むべき道を示す人物をなくしたのである。さらに事態は混沌へと向かっていく。アクシズ、ザビ家の忘れ形見、ミネバザビを君主とし、ハマンカーンが摂政を務め、ジオン残党の中でも最大の規模を誇る。火星と木星の間にあるアステロイドベルトに息を潜め、ザビ家復興を目的として戦力を蓄えていたアクシズが時を見極めてついに地球圏に姿を現した。旧ジオン残存戦力の半数とも言われるその力を味方に引き入れるべく、アーガマはアクシズの帰還グアダンへと交渉に赴くが、ザビ家の正当な後継者ミネバ・ザビであります。英雄語の方々、私のためによくぞ来てくれました。やはりシャアズナブルだ。遊んでくれたのはよく覚えているよ。2歳の時のことを覚えていらっしゃいますか。え、お続けください、ミネバ様。そうだ、シャアもザビ家再婚のために。シャア・アズナブル、ミネバ様に無礼な。ミネバ様はだな、ハマン、まだこんな年だというのに担ぎ出したのか。ジオン滅亡後、アステロイドベルトの中で育てた子が結局地球圏へ戻ってきて、アクシズともども元ジオン公国ザビ家の亡霊どもに利用される。ハマンカン、シャア、ミネバ様の御前でよくも。交渉は失敗に終わった。アクシズの思惑もわからぬままエウーゴはさらにその道を失い、さまよう。そしてアーガマに届いた新たな情報は、一年戦争中ジオンの要塞であったア・バオア・クーをティターンズがゼダンの門として拠点化し、さらに密かに建造していた最終兵器コロニーレーザーを使い、月面のグラナダを焼き払う作戦を進めているという強報であった。果たして
この混沌とした戦況の中に活路はあるのだろうか。アーガマに課せられる任務は次第に大きくなっていった。混沌の果てに、リターンズ拠点ゼダンの門。ジャミト、額がでかいねこいつ。グラノダに何があんの？何あったっけ？コロニーもグラノダに落とそうとしてたよね。宇宙でさ、過ごすってでもどうしてんだろう？酸素とかさ、食料とか。アクシーズとか何年間もずっとアステロイドベルトにいたんでしょう。酸素とかってそもそもどうやって作んの？名前をね、いろいろ変えられるとね、どれが取れたかよく分かんなくなるんだよね。コンペイトーとかもそうだけど。まあ何度も何度もアプローチをかけましょう。断られても諦めない。永遠にすることを約束するって。永遠にすることを約束していいの？途中でなんか起こるかもしんないじゃん。多すぎや返上するってことはさ、引っ越し作業しないといけないんだよね。超大変そう。キューベレーめちゃくちゃ強いよ。
ハマーンは今回緑だね、セリフが。やはりさ、核なんだね、こういう時代になっても。ラーディッシュの偏見館長、一応ハマーン知ってるんだ。そうか、今日は楽しかったのか、いまいちわからないな、どこがどう楽しかったんだろう。結局汚れ役じゃん。って。明日から移動しろとか言われてもさ、人事どうなってんの？ないないとかでもさ、もっと早めに出るもんじゃないの？まあ、軍隊って勝手みたいだからね。艦隊の展開がどんだけ艦があるんだ。
ここにもバラが飾ってあるね。みんなバラ好きだね。ゼダンの門にはアクシズをぶつけると、今の主力はバーズナムなんだね。ハイザックはもう時代遅れか。前線の方にハイザックが配備されてるね。下っ端がやっぱりハイザックに乗るのか。引っ越し作業早いね。おお、ハンブラビ隊になってる。お前には無理だよ。まあ前に出すつもりはないけどね。見放された。
さて行くぜ。うちらの戦艦はまだ旧式だな。一連戦争時の戦艦だからな。ここにグアダン、一応ハマーンが乗ってんのか。結構安心はできるな。そうするとジェリド撃破、カミーユがジェリドを撃破で、カミーユが所属してるかどうかだよね、こういうのって。もういた。一応100式の指揮官なんだ。グアダンなんかあるか。あ、そっか、動かせないのか、そもそも。ってことは勝手に行動するってことは、少し舞台展開を早めないとね。マスターユニットを前方に出して、邪魔な位置にいるな。上から行くか。援護を受けられる感じで行きたいから、ビッグリアスタイいらないと思うんだよね。エウゴ兵だし、普通のテアポリと普通の一般兵、メタスはいらない。アーガモはね、ちょっとね、武装がね、本当は作りたいんだけど、艦砲射撃がないんだっけ。じゃあ艦砲射撃しかないんだメガ重視砲とミサイルがないっていうのが痛いんだよな。まあ、このターンはこれでいいか。あ、狙われる系だな。おお、ハマン様が減らしてくださる。まあ、とは言っても戦艦だからな、やはり結構食らうな。お、特に動かないんだ。本当に守ればいいだけ。届くミサイル、あ、届くね。外したー。ガーメンをテトラだけだと絶対ダメなんだよな。キューベレーのパンネルってどれくらい当たるんだ。ギリギリで倒せねえし。まあいいや、通りすぎたを出すか。あ、サイコガンダム出せばよかったのか。これで、一応支援かけるか。1万2000だね。こっちの拡散メガリスってどういう査定。これこのままこうか。ちょっと通りスリッターが入っちゃってるからな。で通りスリッターだけだと倒せないから、メガ粒子砲で援護を入れて、でこれで帰還すればいいか。さあ帰ろうでした。ミサイル、よしで寝ろネロってマジなんだ。一発では倒せないか。じゃあゼータガンダム出すか。でこれはビームライフルでいいでしょ。で、G04 出して、まあ、確かに G04 はゼータガンダムの一年戦争版っていう感じがするね。あとはマック3ビームキャノンと背面が
いいね、レベル上がっていく。ようやく5。やっぱね、パイロットレベルね、まだ全然低いよな。ビームライフル、ビームライフルで大丈夫だよね。よし、ゼータガンダムのレベルが260か、攻撃力で全機帰還させて、戦艦だな、もう少し移動力があってくれればいいんだけど。クワトロと、ゼータと、でこいつらはいらないから返す。あ、返れん。リックディアスの赤いリックディアスが増えてきたな。でラーディッシュはね、多分これ宇宙用なんだよね。これだけの機動力があるってことは宇宙 A だね。やっぱ A っていうのが欲しいよね。 A っていうのが。これはパネルで追撃をするか。何？だいぶ射程が長いな。戦艦は射程が長いよね。これ無才っぽくない？無才回なんで使ってんだ。アレキサンドリア積んではいない。サラミスまあ積んでる。で、ガンハマを返して進んでミサイルで減らす。で、ガーペラテトラ、ガーペラテトラの200かってことはマーク2と同じくらいの強さだな。量産型キベレをちょっと出しますか。ファンネルじゃなくてアクティブカノン。アクティブカノンって3からか。量産型キベレでも260あるからね、攻撃力。キベレ系強えな。ちょっとジオン号出さないと援護はできないからね。ファンネルをマジックパーツ使うからこっち。で、カミーユを前に出して、当たるんだ。タイミングランチャー、いいね。減らしておこう。無防備すぎる。もらったら。で、クワトロは、ここにしよう。メガバズーカランチャーも、やっぱ射程すげえな。ここはミサイルでいいでしょ。ネロだな。うわ、ネロは200ないのか。ネモ346かとは。あとはどうしようかな。ビッグディアスか。リックディアス、リックディアスのレベルを上げていこう。で、帰ろう。ネロで買わせるでしょう。さすがにパイロットレベルが違いすぎるからな。52レベルって。グアダン狙いなんだね。沈め、ハマン。何？この男は。うわ、クラウ。
グアナ、なんだかんだと結構減らされてんな。まあホワイトベースを狙ってくれれば。うわテンション下がった。ブライトさんの何シャアに当ててくるとは。さてさてさて、じゃあまずはこの転換、さらに層破壊しよう。キュベレアクティブカメラでいいかな。ピンポイントプラスシャア、いやピンポイントはダイダメージ上がるね。回収できるやつはもう回収しちゃう。ちょっとここは邪魔だから、いるとで、ちょっと下のも破壊するか。ビームライフルで破壊できるかな。まあいいや、経験値ブースト使おう。ピンポイントアタック、艦砲射撃だな。1万8000。であとこのアレキサンドリアをどうするかがね、一応一旦しまって隠しておこう。進んでおいて、こっちも進んでおくか。で、バイアン13200か。一旦クワトロとカミーユで削ってからカミーユで倒すっていう、そういう方向でやろうか。ビームライフル、ビームライフルでいいでしょうか。そうするとこのどけよ、やらせるわけにはいかんのだ。憤りを捨てれば人は分かり合えるのに。好きにさせるか。こいつはただの敵とは思え、いけるか。よし、貴様だけが特別なんじゃない。俺だってティターンズだ。遅いぞ。これはもうビームライフルで決まりだな。一応セーブしよう。確実性を取るんだったらビームサーベルでもいいけど、命中率次第だな。85か、当たるね。神優、邪魔をするなガンダム。好きにさせるか。邪魔されるわけにはいかない。落ちろ。マジで敗戦続きだねこいつは。ジュピトリス、
こいつらも出てくるか。後ろかよ、しかも。そうすると後ろはな、部隊が少ないからマスターユニットを向かわせるか。いや、 G ディフェンサーなんて出てもさ、アンノーンはどっちだ、後ろか。これ何、また分からんのが出てきたな。フライル1号機、ギャプラン、ヘイズ、ここら辺って何の作品なんだ。ちょっと G ディフェンサーはね無理だから、そこ帰ってもらおう、君には。出てきた瞬間帰る、やっぱやめたみたいな。出撃します、やっぱやめた。でちょっとおびき寄せつつだな。じゃあこっちに2、3ターンはかかりそうだからね、車で。アレキサンドリアは排除しておこう。うわぁ、あからん、こっからだと。え、支援できるの？あ、そうか、カミーユとかも別に支援できるんだ。だいぶここがすっきりしたな。よし、でちょっと一旦帰還して、まあダメージ削りは多分アーガムのリックディアスとかも出せば大丈夫だと思うから、基本はやっぱり前を相手にしよう。グアダンがね勝手に進まないだけマシだよな。おー、連携。うわ、変形してきた。どうすっか。まずはクアトロ。これ以上はさせんよ。減らそう減らそう。あ、そうか、こいつら動けないんだ、ハマンは。ってことはここを最終防衛ラインにしないとダメってことか。ガーベラテトラカイガな、そこまで火力があるわけじゃないからね。でこっちはネロだしね。これとあとどこまで来る。そうだな、次のターンもおびき寄せよう。であんまり離れすぎるとねエネルギーがなくなるからね。もう紙とかエネルギーねえし。ここはハマンでいいか。ビームガンプラス支援でいけるでしょう。そこからトリスリッター出して、てかトリスリッターは一人で倒せるな。これで5レベルで、ちょっと開発プランを確認して、あー、ドーベンウルフになるんだ。じゃあちょっとドーベンウルフまで行ったから
あとはサイコガンダム5レベルでマーク3だって買えるしねじゃあマーク2を作るかってことはこいつももう大丈夫だな。でハマーン3レベルにするかとりあえず。じゃあレベル。戦艦も進めておこう。ここはリックディアス4レベルにしたいね。まずは U を出すか。これでおー、クリティカルが出た。でリックディアスと倒せるかこれすっげえ不安なんだけど。戦艦の支援も入れとけばよかった。おお、すっげえギリギリっぽいな。ネロよりリックディアスの方が強いじゃん。これ実際どうなの？リックディアスの方がさ全然強いけどさブルーディスティニー2号機と比べてリックディアスってそこまで性能高いっけ。バズーカバズーカならいけるでしょ。さてこいつも前に進もう。よし、あ、てかリックディアス、リックディアス何ができる。あ、DJ か。でも DJ ってさ、地上用だよね。ディープストライカーか。これ何ができんだっけ。あ、こっちの方に行くのか。まあ、ディープストライカーは多分無双ができるキャラだからな。真ん中のバーガム部隊ぶっ倒して帰るか。ビームカノンでどうかな。ゲッ、倒せねえ方針ユニットみたいなのを使っときゃよかった。まあいいや。アリス、320でしょ攻撃力。ウラキの404か。てかハンブラビに狙われそうだな。これは反撃しておこう。てかエネルギー消費が激しすぎる。方針ユニットとか50使うんだフッ火力が高いけどね、エネルギー消耗が激しいっていう。これも普通のバード、もうこれ反撃不能だ。テンションは上がってるけど反撃ができない。来たね。回避する、回避できっかな。おお、すげえ。まあこれはしょうがない。さてこっちの部隊が来たね。
アクシズが。近づいている。え、アクシズがさ、当たったら終わりとか。そういう感じ。でもターン制限はないからね。あと何ターンでアクシズが衝突するとか、そんなん言ってねえし。で、この二人はもうちょっと一回返そう。回答すっか、こっちに。で、びっくりやすたい。うわー、 10% 違うのか。支援を入れてもらおう。おっと、逃がすかっての。回避された。両方回避された。一般兵、マジか、全然当たんねえな。一般兵その2。こいつは沈んだな。あ、そっか、支援撃てんだ。よし、ナイス。よし、ナイス。君は一般兵からエースへと昇格させよう。てか、まだ1万あんのか、こいつ。グループ攻撃だな、そうすると。グループ攻撃は命中率が結構高いから。11,700 ってさ、そうか、カミーユとクワトロも出てるからだ。なんか倒しちゃう感じがするな。ファとかって死んでいいの死んでいいのっていうのもすげえ嫌な言い方だけどさ。66。ラディッシュって何積んでんの。あ、エマがいるじゃん。いい子を見つけた。そこね、落としてみせるわ。ゴー。てか届くか、そもそも届かなくね。届かねえし。ネロ、ネロも届かない。次のターンめちゃきついぞ。こいつは返すでしょ。ユウカジマ、が弱っおとなしくエグザム使っとけよかった。じゃあここはもうビッグディアスの出番だな。ルサイってなんか乗ってはないのか。ゼータガンダムだな。よし、ウサイは多分ね、あのまま攻撃をしてきそうだからな。ハンプラビタイ、これはちょっともう砲で倒したいけど。そうか、試作2号機、アトミックバズーカ。15,000は倒したよね。減らそうかなと思ったけど、そうだよな。さて、そうするとじゃあ一旦シャアをここら辺に出して、ダメだ、全員当たんねえな。ここか。で、このメガ粒子砲で減ってるやつを倒すでしょ。で、そこからこのヘイズルをちょっと鍛えよう。このパターンでいけば2人倒せるかな。
ヤさんとかさすがだな。3300とかめっちゃくちゃ防御力高いんだけど、マジか。さすがにヤザン強えわ。2レベル上がってるし。あ、しまった。攻撃力上げればよかった。あとはじゃあちょっと最近やっぱりね、ガトーがね出てないからね。ガトーは一撃決戦兵器だから、てか倒せなさそう。アトミックバズーカ使おう。ここら辺全然当たんねえし、範囲が広すぎる。指揮範囲内にいるとアトミックバズーカが当たらん。そのままムサイを倒そうじゃん。シーズメ、完全に対戦艦用だな。試作2号機は ようやく3レベルだもんな。じゃあ量産型キュベレでいくか。ラムサス、でこのまま、ファンネルで倒すと。よし、あとはこっち。チベとかってどうなってんの？乗っけてはない。どこすぎやは乗っけてる。問題はここだよな。一応一般でも出しとこう。こいつはもう完全におとりだ。知ってくれ、悪いが。一応反撃しとくか。むむむ、でも一般兵対一般兵、これはモビルスーツの性能の差がものを言う。同じ 75% としたからね。大丈夫か、これ死んだら終わりとか。やられるアプリが。これは反撃しよう。てか支援もしよう。もうここぐっちゃぐちゃだな。アプリ狙いかよ。しまったーって、これ差し込んだら終わりとか。お、撤退していった。よかったよかった。てかさ、こいつらめちゃくちゃやられんじゃねえのこのターンで。あー、生き残ったか。どういう人、だいぶ抑えられるね。マスターユニットってどうやって支援受けられんのこれ。一応いろんな人から支援受けられんだ。一般兵の支援受けとこう。よし、大丈夫だ。これで
まだアレキサンドリアの中身を引きずり出さないといけないから、とりあえず排除できるやつを排除しとくか。マダさんはね、排除しておきたいよね。7000とか当たるか、ギリギリだな。こっちのマダサイも減ってはいるからなんとかなるね。よし、超強気、超強気のビームライフルだったら14000。戦場をかけるネロで、このネロもう無理、帰ろう。エマも減ってるし、でここは一回戦艦に踏ん張ってもらおう。これくらいだったら大丈夫でしょう。で、百式とゼータも入れるから、ガーベラゼータとかなんか倒されたら嫌だな。アタックバースト使う？ファースト使って1万5000か。こいつ1回返して、ディープストライカーもうとっとと破壊しよう。ホワイトベースかな、ほんと機動力少ないよな。っていうかさ、なんか今うねうねしたのなかったえ、こいつなんか持ってんの？で帰って、多分この距離だとね、誰かを出しておかないとモビルスーツが出撃してこないと思うんだよね。まあ管理人だったら大丈夫でしょう。でアナベルガトーは戦艦を潰しに駆け巡る。ひたすらエネルギーを鍛える。エネルギーすっからかんだし、もう よし、これでいいかな。このマラサイもまだいたのか、そういえば当たらぬ。ラディッシュが狙われている。限界です。支援感謝する。あんなものが止まるのかよ。撃て撃て、抑えろ。
何としても止めるんだ。大秘来るぞ。間に合いません。うわ、巻き込まれるぞ。落ち着け。落ち着いて脱出するんだ。岩がすげえ。あ、ハマがいなくなってる。じゃあどうしようかね。スキル的なもの。ゼータガンダムレベル上げたいからね。ゼータでとどめを刺そう。そうすると一旦減らさないといけないから、こまめに減らしていこう。こまめに。もう一発かな。ビームキャノン24000、ビームライフで支援をかけよう。よし、これでピンポイントにハイメガを打ち込めば大丈夫でしょう。さすがに大丈夫だな。そうやすやすとやられるわけにはいかない。めっちゃ悔しそうだったんだけど。おお、2レベル上がった。いいね。さてではサルベージをしますか。で、あとここのやつら、どうしようかな。まずはてか全回復してねえしヒットポイント、回避って一般兵マジ何なんだ、弱すぎだろ。スーツに囲まれてしょうがない。最後はじゃあ勝つ、お前でとどめを刺してやれ。ロングライフだな。回避されると命中率下がるから、ちょっと食らうの覚悟でここにしよう。勝つ、聞いて、こんな戦いはやめて。ハマーンのために戦うなんて。サラ、サラなのか。僕にはサラは撃てない、撃てないよ。そうやってお前らは好き勝手ばかりして。なんで邪魔するの。マジで言ってることとやってることが全然違うな、勝つは。敵を油断させるためか。さすがだ、勝つ。おれ倒せねえのかよ。ネロ届かないよな。あれ、パラスアーテムってなんで減ってんだっけえ
じゃあラディッシュか。そっか、ラディッシュで攻撃したんだっけ。回避。うわ、対大型とかやべえ。確かにまだ持たせるんだと。そう、アーガマはね、これかな。拡散流法ってさっきの対大型、対大型だ。しょうがない、勝つ。君を立派なエースにしてやろう。大人の理屈なんて僕には関係ないんだ。レコアさん落ちてもらう。うおー、7600とか避けたと思ったのに、機体の反応が鈍って機体のせいにすんじゃねえよおめえ。さて最後はエマ注意で倒しますか。レコアロンド、あなたは世の中には男と女しかいないのよ。それは勝手なのよ。戦闘は引き際も大事だってわからないの。そんなもの。いや、一般兵がめちゃくちゃ役に立ってくれたな。ゼダンの門が落ちた。ジャミと不純症か。グアダンとアレキサンドリアか。ミネバが使えるようになった。ではでは、ガーベラテトラ、アールジャジャか。あ、リックディアスのレッドカラーとかにできるんだね。どうしようかな。アールジャジャで進めていくか。キュベレはリゲルグ、これで多分イリアパズルだな。でこいつはフルアーマータイプとかあるんだ。ヘイズル、カイ、フルアーマータイプ。何が違うの。フルアーマー着てるだけか。カイにしておこう。カイの方が発展しそうだな。でこいつはまだちょっと、トーリスリッターはドーベンにしとくか。サイコガンダムはマーク2にして、ネロ、ここら辺わからん。ヌーベルジム3とか言われても何者だ。まあいいや、これにしよう、せっかくだから。リックディアス、 DJ、 ちょっと宇宙じゃ使えないけど、ディープストライカー。あ、これあれか、両ルーツの方か。じゃあ、S ガンダムから進めていった方がいいよね。どうせだったら。S ガンダムでどうせ EXS ガンダム出てくるんで。で、ゼータ。あ、Z2 か。ゼータプラステストカラーとか。これも結構発展性がすごいね。どうしようかな、Z2 とかもなんかいいけどね。
贅沢プラスから作っていくか。これはじゃあよし、あと捕獲。あれヘイズルとヘイズル貝だったのまあいいや、これちょっと確保しとこう。ここら辺のあれか、全然やってなかったんだな。もういらんしょ。買いたい買いたい買いたい。金金金、世の中金だ。あとは設計は特にないか。これだけ発展させたけど、イリアパズム。はい、というところで、じゃあ今回はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。